イベントが起きてるみたい。はい、どうも、サオでございます。本日はね、グラスマのね、キャラ考察していこうかな。まあ、ランキングごと、自分の完全に主観なんですが、まあ、ランキングごとに、キャラ考察をね、全員分駆け足でやっていこうと思います。なんか10ランクの雑魚が何言ってんだって話になると思うんですけど、まあ、これね、3アカ目です。3個目のアカウントを今育ててるので、まあ、俗に言う、まあ、攻略サイト的に言う SS ランク、S ランクみたいな感じで分けていけたらいいかなって思います。まあ、そろそろ強いキャラ分かってきましたと。でも、最強はアリスですね。こいつです。レジボムとレジヘビー持ちますね。対人でも強いし、まあ、今のイベント、魔女のなんとかの苦労みたいな、のイベントの適性だし、ボムなんで、ウサギさんボムっていうのが周囲にバッコーンってね、この27000、これ進化前で27000あるんで、もう5方向かなに周囲に爆弾をバーンってやる。で、そこをかつ塗るっていう、超強いです。まあこれ、まあ、そういう感じで、SS も、そのボムを撒き散らしながら、カン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 ってするこの人形を飛ばします。まあこの説明からするとなんかビーム系なのかなって思ったんですけど、結局人形飛ばして跳ね回るんで、まあ、そういう爆弾撒き散らしながらって感じです。もうなんかね、本当に最強だと思います。格が違うし、連れて行く場所も多いです。ヨミーかな、ヨミーの強い点がスピードなんですけど、まあ、HP は低めなんですけど、まあ、スピード速くて、あとこの、リンクコンボもね、結構範囲広い。2回にわたって出るんで、クロスレーザーが、ドゥーン、ドゥーンって感じで出ます。で、また触れた味方に陣を張り、周囲に攻撃とリキッド化を行う。この SS も、範囲広くて、非常に使いやすいです。まあ、これまだ進化前なんでね。まあ、レジワープとレジヘビーです。まあ、結構いろんなところで使える性能になってくるんじゃないかなって思います。はい、次、ルネッタですね。まあ、まあ、3、ヨミと同列ぐらいだと思うんですけど、まあ、これ貫通なんですよ。まあ、そもそも貫通で、まあ、希少なんで、今は。それが強く、まあ、レジボム、レジヘビーっていう、まあ、結構範囲の広いスキルを、アンチアビリティか、を持ってますと。あ、ちなみに、レジヘビーっていうのは、敵の色で塗られてるところでスピードダウンしない効果です。対人戦とかで役立ちますね。で、リンクコンボ、キリンボム。これが、まあ、反射する爆弾です。まあ、ルネッタはね、まあ、今回の適性、また同じなんで、アリスとアビリティ一緒なんで、まあ、適性なので、今のイベントのキャラも集めやすいかと思います。まあ、これ 1% で出るんで、まあ、前のリセマラの動画で言った通り、こいつ引いてからプラスアルファで誰を引くかって話ですね、リセマラは。この SS ランクは、まあ、結構こんなもんかなって思うんですけど、ここから好みになってくると思います。で、その中でも俺が強いなって感じているのは、稲荷とレンゲです。まあその中でも強いのがちょっと稲荷結構俺はいいかなって思ってて、まあ攻略サイトだと軒並み低いんですけど、まあこの周囲にリキッド化する正方形リキッド化がもう結構敵に塗られてる時に発動するともう結構な範囲で四角でリキッドを塗り返してくれるんですよ、稲荷って。で、かつこのハンタースキルはもう敵の塗りすべてリキッド化するっていう、なんかすごい能力を持ってます。これは結構重いスキルなんですけど、もう終盤に放たれるともう一気に戦況が変わります。 100% まで塗り返せます。相手が 100% だったら自分のものにします、相手のリキッド。こういう説明がいいか。なんで稲荷は結構真ん中にね、対人だとスキルの短縮アイテムが湧くんですよ。それを結構取りまくり、まあ、敵にわざと塗らせて一気に戦況を跳ね返すっていう、スキルの使い方もできますし、まあ、それこそ長めのクエストだったら、これでね、一気に塗り返すっていうね、まあ、結構必須なクエスト出てくるんじゃないかなって思えるほど俺はこの有用なスキルかなって思ってます。さらにスキルターンを一旦遅延させます。はい。これは対人じゃなくて、普通に、クエストとかで役に立つかなって思います。レンゲ。まあ、レンゲちゃんは本当に塗りのスペシャリストです。敵じゃない。味方をリキッドアップする。で、自分の周囲をリキッド化するっていうね、リンクコンボを持ってます。まあ、これは本当に、単純に塗りが
強くなります。あとは使ってみて思うことは、結構耐久力が高く、対人では結構最後まで生き残ってくれます。ただこいつが生き残った頃で何もできないので、まあそこはね、この子は耐久力高くて強いけど、まあこの人が最終面にいてもなんか攻撃役ではないので、まあそこをね、攻撃役をあくまでサポートする高耐久の、キャラっていう位置づけになってますね。リリンか。レジヘビ。対人戦でも使えますけど、まあ本当に周回とかがめちゃくちゃ楽になるリンヒルと、まあ貫通ホーミングみたいなもんですね、モンストに例えると。で、まあ、それがあってリリンはもうこのリンクコンボの便利さで俺は強いキャラかなって思ってます。しかも貫通だしね。はい、まあ、貫通が一概に強いわけじゃないですよ。少ない以上貫通はいいんじゃないかなって思います。強いキャラでね、貫通はいいんじゃないかなって思います。まあ、レジスパイクなんですけど、まあ、今のところレジスパイクがあんまり出てこないので、まあ、評価されないがちですが、まあ、今後強いかなって思うのが、まあ、スピードアップかつ遅延2ターン、まあ、完璧にスペシャ、なんだろう、サポーター、完璧にサポーターで、まあこの類似ゲームでモンストがあるんですけど、まあずっとね、スピードアップは強かったので、まあ、ラメールはね持っといていいキャラなのかなって思います。はい、なんかいろんなサイトでコンラッド SS ってなってるんですけど、まあ、使ってみた以上これ強くない気がするんですよね。まあ、爆発は強いんですよ。リンクコンボを誘発させるリードアクションで、2回まで、反射するペンを放ち触れた味方を強化して動かす、ここまでは強いんですけど、じゃアビリティがヘビーついてないんですよね。レジヘビー、まあ、敵の塗りで、攻撃じゃないや、速度が下がっちゃうっていうのがかなり致命的だと思います。リンクコンボとハンタースキルはかなり強いんですけど、なぜ、減速してしまうのかっていう非常に惜しいキャラかなと思ってます。コンラッドについての、まあ、なんか見解があればマジでぜひコメントに書いてほしいです。いやいや、そんなことね、こいつはやっぱ最強キャラだよっていう、意見もあると思うんで、はい、よろしくお願いします。だからね、微妙かなって思うんですよね。次、フェイト。フェイトはね、どこにいても、まあ、なんだろう、角と、まあ、反対の角とかじゃない限り、結構威力の高い、まあ、蛇腹剣が襲いかかりますね、リンクコンボ。だから、雑魚処理には結構使えるキャラです。まあ、なんか、まあ、結構今、下目の順位で言ってますけど、フェイトは、とりあえず、フレンドで連れていくほど最初の雑魚処理は非常にいいかなって思ってます。ただランブを浴びせるがね、ちょっと微妙かな、ハンタースキルは。はい、でちなみにこの子も貫通になってます。ホーミングミサイルなんで、まあね、ハンタースキルの火力は高いんですけど、別に他のキャラでもこなせるかなって思うのがこの辺です。まあ、ただこの火力、スキルの火力は高いです。23ターンで、リンコンボもね、範囲はまあまあそんなに広くなかったと思う。まあ、進化前しか見たことないんですけど、そんなに広くはないけど威力は高め、まあワンマン1対1だったら意外と強いキャラかな。クレアはこれはちょっとね、読みでいい感がすごいのと、オーバーチャージ、一定時間パワーと、暴力が、増加する効果終了後にパワーダウンするって、これ発動してる時はすこぶる強いんですけど、まあ、発動する前、発動した後は本当にダメですね。発動する前はまだマシですけど、パワーダウンしますからね、効果終了後。まあ、そのパワーダウンするっていうのが、この効果が切れるってことなのかもしれないです。そこまでの検証はできてないんですけど、まあ、アンバルは出てくれてもあんま俺喜ばしいキャラじゃないかなって思います。敵で出てきてもうなんかあんまり強くなかったです。はい、てな感じですかね。まあ、主人公は今のところは別になんで、まあ、どちらかというと多分アーベルのアイシクルエッジ、このランダムな敵に向かって氷の刃を放つの方が強いと思うんですけど、まあ、こっちランダだし、スカーレットローズが、まあまあこれはすぐリストラしちゃっていいでしょう。ということで、まあ本当に最強キャラはアリスとか言って、まあ、結局いろんなねキャラ個性は、まあ、今のところ立ってるんで、まあ、完璧な上位互換だよみたいなキャラは、まあ、いなく、一人一人が
結構個々にいい能力を持っている状況ではございますが、まあ、一応ね、まあ、いろんなところで見る限りこんな感じのね、順位になってるかなって思います。うん、まあ、稲荷は結構下の方ですけど、俺は上の方でいいかなって思ってるんですけど、まあちょっと最強についてはなんか多分、いやそんなことねえだろこいつバカかみたいな人もいると思うので、まあ、コメントでね、まあ、口悪く言わないでほしいんですけど、荒れるので、まあ、そこはね、議論の余地はあると思います。はい、今日はこんな感じでした。はい、ご視聴ありがとうございました。